はい、皆さんこんにちは、足尾寺です。今回は日豊本線と日南線の分岐、南宮崎分岐をご紹介します。延岡宮崎方面と都城鹿児島方面、あるいは日南宮崎空港方面、3方向総合への流動の拠点となる分岐です。見学は2013年4月です。よろしくお願いします。南宮崎駅は日豊本線と日南線の分岐駅です。小倉大分宮崎方面からの日豊本線はこの先都城鹿児島方面へと進んでいきます。分岐した日南線は日南志布志方面へと進みます。さらに隣の田吉駅で宮崎空港への宮崎空港線が分岐しており、延岡宮崎空港間において一体化された列車運用が見られます。構内配線略図です。駅の上り方に日豊本線と日南線を振り分ける第一分岐点が存在します。そして下り方すぐのところに第二分岐点と分離点があり、日豊本線は直進、日南線は左の方へ曲がっていきます。基本的に2番線3番線1、2番乗り場は日豊本線、4番線5番線3、4番乗り場は日南線乗り場ですが、4番線3番乗り場に一部の日豊本線列車が入線することで、日南線宮崎空港線と日豊本線都城鹿児島方面との平面乗り換えの便を図っています。分岐の分類は標準型、配線の分類は線路別となっています。構内配線の変遷を見てみましょう。一部に記憶違いもあるかと思いますが、大筋で合っているということをご了承ください。一番下が国鉄時代の配線です。この当時は第二分岐点は存在せず、日豊本線と日南線は完全に分離していました。次は中央、ネット検索等で2007年でこの配線になっているのを確認しましたが、おそらく1996年延岡宮崎空港間の日豊本線改良工事によって4番線3番乗り場が日豊本線と接続されたものと思われます。このあたりの詳しい情報をお持ちの方があればコメントをお願いします。一番上が2013年4月見学時の姿です。旧4番線を利用し、日南線ホーム3、4番乗り場を拡幅しました。それ以前の日南線ホームは狭かったのですが、利用客の増加で混雑してきたため拡幅したものと思われます。拡幅にあたっても4番線と日豊本線との接続は確保されています。構内上り方の第一分岐点の様子を1、2番日豊本線ホーム上り方より望みます。奥が宮崎方面です。この分岐器で日豊本線と日南線が分岐します。こちらが日豊本線、こちらが日南線です。3、4番日南線ホームより望みます。この分岐器で日豊本線と日南線が分岐します。こちらが日豊本線、こちらが日南線です。跨線橋より望みます。列車入線の様子を見てみましょう。左が日豊本線列車、右が宮崎空港行き列車です。列車が第一分岐点を通過します。ホームに差し掛かり、到着です。第二分岐点の様子を3、4番日南線ホームより望みます。出発信号機はこの線のみ、両線のものが設置されています。この分岐器で日豊本線と日南線が分岐します。こちらが日豊本線、こちらが日南線です。2番乗り場より望む第二分岐点です。分離点の様子を1、2番日豊本線ホームより望みます。こちらが日豊線方向、こちらが日南線宮崎空港線方向です。跨線橋より望みます。こちらが日豊本線方向、こちらが日南線宮崎空港線方向です。列車出発の様子を見てみましょう。
右が日豊本線列車、左が日南線宮崎空港線列車です。出発してすぐに分離点を通過します。日豊本線は直線のためすぐにスピードを上げますが、日南線宮崎空港線方面はカーブのためゆっくりと進みます。分岐の様子を全面展望で望みます。右が日豊本線列車、左が日南線宮崎空港線列車です。大淀川を渡り終えてすぐに城内信号機です。日豊本線列車は3番注意源氏、日南線列車は4番注意源氏です。勾配を下りながら南宮崎駅に接近します。南宮崎駅併設の宮崎車両センターと接続する分岐器を通過します。第一分岐点を通過します。日豊本線列車は3番線2番乗り場へ、日南線宮崎空港線列車は4番線3番乗り場へ進みます。到着です。出発信号機が進行源氏となり出発です。日豊本線列車は直進方向宮古城鹿児島方面へ、日南線宮崎空港線列車は左方向日南宮崎空港へ向かいます。1番乗り場2番線上り方より望みます。下り方より望みます。2番乗り場3番線上り方より望みます。下り方より望みます。12番日豊本線乗り場の駅名表です。日南線宮崎空港方面への進路はありませんので、次の駅は日豊本線の加納駅のみの表記です。3番乗り場4番線上り方より望みます。下り方より望みます。跨線橋より望みます。ホームの舗装で拡幅された様子がよくわかります。4番乗り場5番線上り方より望みます。下り方より望みます。3、4番日南線乗り場の駅名表です。3番乗り場は日豊本線と日南線への進路があるため、両線の駅名が表記されています。加納は日豊本線の、田吉は日南線の駅です。駅併設の宮崎車両センターを跨線橋より望みます。南宮崎駅駅舎は1976年建築の RC 像です。駅前広場の様子です。今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。